四畳半帝国。はい、マセヤンです。ケンショウです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。肩の荷が降りた感じがする。あ、そうですか。軽い体が軽いです。俺から、あの仕掛けられた側からすると、うん、何を気負ってたんかも分からないはい、ということで仕切り直しですね。はい、というわけで今回はケニア会です。はい、もうこれはね、まだ見てない方はドッキリ会みたいなのケニア会やろうとして邪魔された会を見てほしいんですけど、ケニアファンが激怒してる。まあいいと、そういうしょうもないドッキリとかするのはいいと。あ、はいはい、ただ、うん、ケニア会でやるの。なるほど。もうコメント欄それで荒れてるよ。ケニアの話やと思ったのにって。前の動画でも言ったんですけど、なんなん食べるやん普通に。どうぞ。ありがとうございます。ケニアにまあ行ったけど、それを素晴らしさをマサヤンとか視聴者の方に伝えたいと、うん、ケニアに行ったらぜひ見てほしい、体験してほしいことをベスト3を今日発表したいと思います。やっと聞けるね。はい、第3位です。でゾウとキリンです。確認しちゃった。合ってるかな。みんなが知ってるゾウとキリンは、うん、偽物です。マジ？あれマジ？偽物です。あ、そうだ。もちろんライオンとか、うん、ああいう動物もいますよ。ケニアにはかっこいいし、うん、テンションも上がります、うん、はいはいはい。ただやっぱり動物園で見るスケールと、うん、広大なサバンナで見るスケールでいうと、やっぱりみんなが見れてないのはゾウとキリンの本物の、はい、本当に近くで見れます、ケニアに。はい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 。なんなら、もうゾウとか10頭ぐらいでやったりするとか。すごっ。そんなんないの。うん、それは絶対ない。が本物の。え、それは普通に見た。そうです。実は好きなんで、僕そういう動物は好き。白浜アドベンチャーワールド知ってます？知ってます。あ、僕は大好きなんですよ。アドベンチャーワールドいいよね。マイフェイバリットスペースなんで、それはめっちゃ興味ある。普通に動物はむずいでしょ、飲み込むの。さあ第2位、ででん、マサイ族です。おー、まあ、言ってましたね、チラッと、うん、この前はチラッと言ってましたけど、やっぱり定番でゾウとキリン超えるんや、マサイ族。ゾウとキリン超えてくる。マサイ族はね、やっぱ会えないか。まあまあ確かにね、いないから。マサイ族が何かもいまいち分かってないですよ。まあそれについてちょっと話し出すと、うん、あのマサイとキクイっていう、まあちょっと今はあの向こうでも概念がずれてきてるみたいなんだけど、はいはいはい、一応キクユっていうのが労働してお金をもらってる人で、お金を使って何かと交換して生活してる。ああ、なるほど。だから僕らもキクユなんです。マサイはもそもそも農耕をしたりとか、あ、はい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 、狩りをしたりとか、お金とかじゃなくて、なるほどね、ちゃんと自分らで。あー、すげー。そういうことか。マサイ族と、よく世界不思議発見とかで見るマサイ族のイメージで合ってます。まあちょっとだいぶ現代寄りになってるというか、僕が行った5、6年前でも携帯持ってるやつとかも、そうなんや。多少ね、そうやね、便利なものは取り入れていこうという感じですよ。マサイもマサイ族とはいえ聞く勇感もちょっと出てきてるんで、はいはいはい、商売人感出てきてるんで。マサイ族どうやって行くねんっていう話なんですけど、うん、安心してください、ツアーみたいなのがあります。よくあるこういうこちら側みたいなツアーではないけど、ドライバーが特に案内はしてくれないけど、そのドライバーがもうコースを決めてるんですよ。この時間にここ行って、この時間にマサイ族の村に行ってみたいなのが決まってるんで、それは心配しなくてもマサイ族の村には行けます。マサイ族の村に行くと、この前のトークでも言ったんですけど、あの飛んでます。ビジネスジャンプをしてくれてます。まあそれは気をつけてほしいのは、うん、もうやつらは明らかにこれがいいんでしょっていう顔をして、あのビジネスジャンプしてるけど、もうそこは旅行なんで、うん、恥を捨てて、もう自分たちもそれと一緒にジャンプしてください。あ、はいはいはい。で、何回かジャンプしたら、あの村の中に案内されます。で、あの村長みたいなやつが出てくるの、やっぱいるんよね、村長みたいなやつ、その集落の、あの村長どれかってなったら、ちょっとひときわでかい帽子をかぶってるのが村長です。あと、ちょっと年ひげみたいな、あのもう分かると思います、あのゲームとかしてる人から。あのモンハンの村長みたいなね。あ、そうそう、いかにも村長みたいな人が、多分その帽子も観光客用にかぶってるけど、
で村長が来たら村長が村の一番大きいテントみたいなところに案内してくれるんだ。はいはいはい。でも暗いんよ、テントの中が。ああ、あの日中でも、ああ、まあ村長なんかスワヒリ語やから何言ってるか分からへんけど、はいはいはい、あのしばらくこう村の説明とかをテントの中でしてくれます。だから後半村長の声がだんだんちっちゃくなってきたなと思ったら気につけてください。ネックレス買わされます。でそこだけ多分英語を学んできて、はい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 、英語で説明してくれるんやけど、このネックレスを買わない、またはこのネックレスを買ってこのテントから出るかですみたいなことを。ネックレス買わなかった場合については説明してくれないんだけど、はい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 、ネックレスを買うとどうやらテントの外に出れる。もうこれは買ってください、ネックレス。ネックレスを買ったら出れるので、そこに運ぶんで、言うて日本円で言ったら1500円とかぐらいの話なんで、はいはいはい、ネックレスを買ってお土産にしてください、はい。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。インスタも見てね。